さあ先ほども言いましたが、今日の放送合わせていよいよ残り3回となりました、はい、99のオールナイトニッポン。この後はさよならジャネット祭りを大々的に開催しますが、ここでまたまたハガキ職人の皆さんへのお知らせ、はい、ラス前の放送となる来週9月18日の番組ではこんなことをやります。復活コーナー祭り、はい、こんばんは。こんばんは。99です、来週はラス前ということで、過去20年の間にやってきた過去の名物コーナーの数々をできるだけたくさん復活させたいと思っております、一体どのコーナーを復活させてほしいのか、メールいただきましたね。もうただむちゃくちゃありますし、その20年ありますから、その年代によって、あのお年によって全然違うんですけれども、メールでいただいております。横須賀市、コミュニティサイクルからいただきました。コーナーのタイトルだけはしっかり覚えてるんですけども、ワルゴンアッシュの復活を期待しております。ナディナのオールナイトニッポン、夜10時台に移動した時から聞き出したリスナーです。岡村さんは10時始まりのオールナイトニッポンが嫌だったようで、はい、早く1時に戻りたいよとよく話していたことを覚えています。ワルゴン氏のネタハガキで、阪神叫ぶよ車にポピーというフレーズが出てきて、その時の衝撃よく頭の中に出てきます。ワルゴンアッシュね、あったね。ラップですよね、ライムですよね、ライムを書いてきてくださいという、兵庫県有事、爆笑問題に謝罪の意味も込めて爆笑田中問題というコーナーね。そうですね、それはちょっとやっとかないといけないかもわかんないですね、そのコーナーは。ペンネームなしですね。ジュースね、ヘビーリスナーです。今回過去のコーナーが復活するということですが、どうしても復活してほしいコーナーがあり、メールさせていただきました。恐怖の一人ボケツッコミってなんでやねん。あ、これもありましたね、これ覚えてますね。ラジオ聞き始めた頃にやっていました。割とすぐに終わってしまいました。結構続いたようなイメージあるんですけど、ラジオネームないですね。高校生になって聞き始め、今月で35になります。社会人になって何度かブランクが空き、最近また毎週聞くようになりましたが、復活してほしいコーナーは矢部浩之のサスです。雪の次の日の朝はシーンとするなど覚えているネタも多く思い出深いです。よろしくお願いします。なるほど。復活してほしいコーナー、ブロロロロンとコードネームジンジャー、ジンジャーがあんま大したことなかったんだね、実際の、ね、世紀の発明や言うてね、ジンジャーでもなかったし、っていうことなんですけどもね。ブロロロンはテンション上がるコーナーでしたから、僕も好きでしたけどね。はい、大阪府淳、横浜横須賀をお願いします。このコーナー、岡村さんがパッカーンするまでやっていて、岡村さんが復活すると自然消滅してしまいました。そうやったっけ。あ、これも覚えてへんな、その消滅したのは。もうその辺のはもう多分さらっとなくなったんや。完全にパカーンし始めてるから、多分なかったんちゃうかな、記憶に。ラジオネームお魚の天ぷらからいただきました。音葉のダイアリー、あー、なんか素敵なコーナーですねいつやってたまあもう覚えてるんですけど、どんなんやったかあんまり中身が思い出されないんですけど。そうね、あ、ラジオにも来てくれましたからね、音葉ちゃんね。はい、懐かしい。ペンネーム秋彦、ぜひ早押しをお願いします。ありましたね、早押しね、ありました、愛知県ラジオネームターボ、矢部浩之の一人モノマネ王座決定戦こんなんあったんですね。これレギュラーやった？いや、これはね、なんか何やろ、一人の時、俺一人の時か、俺それ覚えてへんわせやせや、やってたやってた、ね。ペンネームラグ、真っ暗魔王をもう一度聞きたいです。そうでしょうね、あのリスナーを置いていって、お二人がゲラゲラ笑ってる放送が忘れられないです。あの頃中学生だった頃を思い出します。これは多分絶対来るやろうなと思ってましたけども、ラジオネーム、青の一番かな、もし復活を希望できるならホテル99お願いしようとずっと決めていました。最後の岡村さんの返し、陰謀を開いますせとかインパクトあって覚えてます
めっちゃ毎週聞いてましたが、そのネタ以外思い出せません。また聞きたいですというね。はい、まあいろいろねいただきましたけども、その中から絞って、うん、復活させていただくという運びになりましたですけども、皆さんの意見も参考にした上で復活のコーナーを決めさせていただきました。まずは矢部浩之のサス。はい、97年から98年ぐらいまで1年ぐらいやってたんですかね、決めつけるコーナーですね。これは何々ですと、こんなこと言っててね、最初僕がなんかあのタレは絶対刺す絶対刺すわっていう言った話からからですね、何でも決めつけるなあ言うて、はい、そっからできたコーナーなんですね。で刺す、有名人のことから身の回りのことまでとにかく何でも決めつけてくださいと、はい、いうコーナーです。はい。さらに真っ暗魔王。うん。これなんとわずか4回で終わってしまった。まあ当たり前ですよね。これこんなことやってたら怒られますからね。ただ笑ってるだけでしたから。これはもうチンコーナーですね。まあなんでしょうね。なんか陰謀はっつけてきてたりね。そうそう。そうそう。それを見て笑うだけという何にもリスナーに伝わらない。それはもうやってはいけないコーナーでしたけど、まあちょっと復活させていただきたいと思いますけど。ルールはないんでね。とにかくハガキ1枚で僕らを笑わせてくださいというコーナーです。はい、お願いいたします。続いては爆笑田中問題。はい。2000年やっておきましょう。もう田中さんのツッコミだけで、こう、太田さんのボケが分かるような、田中さんのツッコミしか、こう、書いてないんですけど、うん、田中さんのツッコミだけを書いてくるコーナーですよね。そうです、そうです。ツッコミ一発だけでもいいですし、連発でも構いません。はい。さあ、続いては。早押し。はい。2002年から。これはまあまあ、比較的ね、まだ。新しい方ですけども。そうですね。早押しの帝王岡村さんがクイズ問題の途中にもかかわらず、すべて正解します。クイズ問題の途中までの部分と、見事正解する岡村さんの答えを書いてきてください。この説明でみんなわかるかな新しい俳句職人の人たちな。そうやったら優秀やと思うね。うん、本当に。そう、前ね、得意としてた人がいるわけですよ、多分。爆笑田中問題とか、そう真っ暗も早押し、矢部浩之の刺す、うん。こういうのを得意としてた俳句職人がいるはずなんですよ。うん、今多分もう普通に働いてね、プロの人もいるでしょうし、風俗の受付やってる人もいるでしょうし、それとかね、またちょっと帰ってきてくれたらありがたいですけどね。はい。はい。さあ、そしてもう一つ。横浜横須賀。まあやってたよね。2009年。うん。の末ぐらいからですか。そうですね。これ印象的な歌のコーナーですね。はい、最後の、あんたあの子の何なのさのところまでうまく決めてくださいと。はい。いうコーナーですね。まあこれ以外にもね、たくさんありましたけど、これぐらいに絞らさせていただきました。はい。はい。矢部浩之のサス、真っ暗魔王、爆笑田中問題、早押し、横浜横須賀、5つのコーナーを復活させたいと思います。はい。宛先は IB 番号 100-8439 日本総99のオールナイト日本、それぞれの係までお願いします。はい。ということで、ナイナイのオールナイト今日含めて、あと3回です。最後まで、絶対聞いてください。はい。